はようございます、今日は夜勤明けで帰ってきました。で、今からこのプランターに水やりするんですけど、ちょっと怪獣が現れたので急遽録画してます。モスラが現れました。モスラ、わかりますか？ここモスラがいますよね。モスラがおるよ。ここおるよね、モスラ。でかっ。指がこれぐらいだからね。でかい。モスラ。えら、この野郎。この野郎、立派な足しやがって。モスラです。モスラが現れました。撮りましょう。よいしょ。でかい。モスラでかい。もう、ちょっと前からこのバカでかい怪獣モスラが、昨日だけでもこの草に5匹はついてたのを駆除したんですけど、今日も現れました。見て、モスラ。プニュプニュよ。プニュプニュです。なんです、アゲハですかね、こりゃ。アゲハかガか知らないけど。このね、山芋植えてるんですけど、山芋の葉っぱが大好きみたいで、葉っぱか、このムカゴを食べるんか知らんけど、これに、もうかなりくっついてますね。今日のところは1匹みたいです。じゃあ駆除しました。イエイ。ということで、モスラが現れたので報告しました。以上です。皆さん大変です。モスラが再び現れました。あれ、モスラどこ行った？モスラが現れた。モスラいますね。わかるでしょうか？あれ、モスラ、こいつです。こいつがモスラです。またこっちにも山芋植えてるんですけど、山芋大好きなんじゃない、こいつ。モスラが現れた。こいつも駆除しようと思います。よし、サムネ用の写真も撮ったので、こいつを駆除しようと思います。じゃあ、あれ、もう一匹モスラ発見。モスラ、ちょっと怖いけど、ここにもモスラおった。モスラ2匹、2モスラ。見えんけど、まだおるんじゃろうな。ということで、今日は合計でさっきのと合わせて3モスラ退治しました。ということでした。それではまた、バイバイ。